大阪府に大雨警報が発表されました。大阪府大阪狭山市に大雨警報が発表されました。大雨警報浸水害です。12時頃まで警戒が必要となりそうです。ではいただいているリポートを見ていきましょう。大阪府大阪狭山市からです。8時3分、家の前若干冠水といただきました。警報としましては浸水害ということなんですが、このように冠水の報告もいただいております。低地での冠水など警戒が必要です。皆さんからいただいている天気の報告、地図上にプロットしたものです。大阪府内ではこのようにザーザー豪レベルの激しい雨の報告が届いております。特に南部の地域中心となっています。雨雲レーダーを重ねると発達した雲が見られていますね。そしてこの雨雲の動きというのを確認していきましょう。こちらです。雨雲の動きを確認していきます。このように雨雲、発達した雲かかっているんですが、今後少しずつ北上していく予想となっております。すでに降った雨の量というのも多くなっているんですけれども、この後この発達した雲は北上傾向となりそうです。ウェザーニュースのアプリ雨雲レーダーチャンネルからは最新の気象情報を確認することができます。ご覧ください。